これについては他の国の軍隊でも同じようなものが、ヤンチョと同じようなものがあったので、日本だけが悪いわけではないという言い方をする人がいます。そのことをちょっと考えてみたいんですけれども、まず近代になってから国家が性売買の女性を登録をして、その性病検査を強制する仕組みが作られます。これを、共通する言葉で規制制度という言い方をするんですけれども、日本ではこれは交渉制というふうに言っています。でそれは19世紀の初めにまずフランスで導入をされて、それが世界に広まっていきます。一般の国民、男向けのそういう規制制度、あるいは日本では交渉制が導入されると、それを兵士向けに、私は軍用性的施設というふうに呼んでいますけれども、これがフランスやイギリスの植民地で作られてきます。これは兵士が性病になるのを防ぐための目的なんですね。でしかしそのやり方では、性病の蔓延を防げなかったと同時に、特にイギリスの場合には女性たちがその反対運動に立ち上がって、これは女性 の、 人権侵害だということで反対運動を起こして、イギリスはそれを廃止させるんですね。これはすごい女性たちの運動です。でアメリカ軍の場合はそういった規制制度というか、女性の性病検査では兵士の性病を蔓延防げないということで、ということと、あと議会や国内世論から非常にそれが分かると反対運動が起きるので、そういうことはやりませんでした。ただ占領地なので一時的にひっそりとですね、こっそりと兵士を売春宿に通わせるということはありましたけども、軍の政策としてはアメリカ軍は採用しなかったということがあります。第一次世界大戦後、国際連盟ができます。でそうするとそこで、国際連盟の取り組みによって、その国家が性売買を管理をして利用するという方法そのものがおかしいというのが世界的な流れになってきます。でただ日本はその流れに逆らって交渉性を維持します。でそれが1930年代にはドイツはナチスが政権を取りますし、日本も軍国主義化あるいはファシズム化が進んでいきます。でそうした中で1930年代以降、ドイツと日本がその流れに逆らって軍によるそういう、日本の場合慰安所ですけど、軍慰安所ですけれども、その仕組みをその組織的に大規模に展開していきます。多くの連合国の場合にはやはりその女性の人権侵害だとかですね、そういう議会や国内世論の批判を恐れて、そういう方式は公式には採用しませんでした。で第二次世界大戦を見ると、そうした兵士のための軍用性的施設を大規模にかつ組織的に、作ったのはやっぱりドイツと日本ですね。これは特に占領地が膨大にありますから、そこに大量の兵士を派遣します。でそこに、大量の女性を動員しますから、やり方も非常に暴力的で組織的なことをやるわけですね。そういう意味では第二次世界大戦の時には日本とドイツがやっぱり際立っていると思います。第二次世界大戦でいうと、あと日独伊三国同盟の一つであったイタリア軍も総員としたものを一部作っています。それから連合国の中ではフランス軍もそういう軍用性的施設を作っていると。そして第二次大戦後、実はフランス軍はそれをずっと維持するんですね。であと韓国では、日本軍の伝統を引き継いだ軍事政権がアメリカ軍のために基地村という形でそういう施設を提供していきます。アメリカ軍のやり方というのは非常に女性の人権侵害の方法なんですが、こういう慰安所あるいは軍用性的施設とはちょっと別のやり方を取りますから、これはまた別に議論する必要があると思います。いずれにせよ軍隊がこういう形で女性の人権を踏みにじるというのは批判されるべきですし、ですからその軍隊の持つ性暴力あるいは性暴力性というのはもっと厳しく批判されるべきだと思います。で第二次世界大戦の時の、日本軍の慰安所を大規模に作りますが、その時やっぱり日本とドイツがやはりその組織性でも規模においても際立ってますから、それは日本やドイツがやっぱファシズム国家あるいはファシズムと言わなくても軍国主義国家であったことが特徴で、ですからそういう国々っていうのは人権というのは認めないですから、ですからそういう、女性の人権侵害を極めて大規模組織的に行ったと、
そういう意味で日本とドイツがやっぱり際立っていたというふうに言えると思います。